ありがとうございました。それでは、じゃあ、質疑応答の時間を取らせていただきたいと思いますが、じゃあ、ですね、自治会名とお名前の方を、おっしゃっていただいてから、質問の方をお願いいたします。それから先ほどですね、電話で国際課の方に聞いたところ、万田小学校の跡地に建てるっていうこと、それは今のところそういう予定はないというお話でございまして、それは私も親戚の方とかから聞いて、あの辺の住民の方が反対されて、結局建たなくなったんじゃないかということで、それでですね、あまり唐突にも新潟日光市場に1週間か10日ほど前に何にも唐突にここに料理館を建つということで、私すごくもう先生の記録のことにびっくりいたしました。そして市からの何の説明もなく、日光市場にも10日前とか2日前とか乗ることもなく、唐突にもここに強引に建ててしまう。もうそこの私ちょっと買い物に行きましたが、養護学校の主任さんに聞いたら、もうすでに建って、もう上の方が出入りしてらっしゃるということで、私非常に驚いたんです。で、ある方の話では、そこら辺に交番が立つというような噂もあるということで、で、先ほど女の方が、その警察の警備は厳重にするって言いましたけども、もし仮にですよ、警備の網をくぐって、もし酔っ払う中国人が犯罪を犯したとして、領事館の中に入っちゃえば、大使館でもそうですけど、治外法権になります。治外法権というのはもう日本の警察はもう立ち入られなくなります。米軍基地でもそうですけども、そうなった場合、これはやっぱり外交上の問題に、こちら新潟市という地元市とはいえ外交上の問題に発展していくと思うんですね。それで中国っていうのは今は経済的に非常に発展しておりますけども、その実態は共産主義以外の何者でもないということです。そして人民解放軍っていうのも、あれは国民の軍隊ではなく、国民の軍隊ではなく、共産党の軍隊なんですね。はい、ありがとうございました。それでこの会はですね、ですから共産主義と民主主義、はい、お話はわけは分かりますけど、今中央総領事館がここに移転するという話をしてあまりに唐突に NSC 団が売られて、あまりに唐突にあれされたから皆さんびっくりされたんだと思うんですよ。反対の理由だから、はい、そうです、そうです。どういうあれで趣旨で売られたんですか、そちを。売却はしてございませんで、あくまで私どもの建物土地で、年限を切って、契約してるという、要は賃借ですね、貸してる。年限と言いましても、はい、そんなのここに座っている可能性もありますよ。
か地中化外構想もあるみたいで、それは仙台市では、そうですね、あの中華街構想の話はまたちょっと、あの議題と違いますので、例えばですね、あのアメリカとかヨーロッパとか、民主主義国家が、はい、なら賛成ですけど。はいはい、あの実態はあの、あまりにも唐突でびっくりしたというお話、はい、あの今難禁されておるところですし、はい、あとあの船長の解放もあって、岩越しで解放しましたし、はい、そうです、政治的な、はい、お話ですね、はい、非常にあのぎくしゃくしておりますで、これあのまあ、日本人もマナーも悪いかもしれませんけど、マナーが悪いっていうことは、はい、私はこの紙を見る前に、もうあの聞いております、割り込みとか、あの野原で平気で、あの、はい、するとか、などのことを聞いておりますので、はいはいはい、私としては非常にやっぱり不安なんですよ。もうあの領事館、大使館だと入ってしまうと、被害貢献になります。そうですね、はい、そうなりますと国際あの外交問題に発展しかねません。そのことをよくお考えになって、なんで特別編成からこちらに唐突にですよ、それも何の説明もなく、何の説明もないじゃないですか。だから NHK さんがそれで、あの私先ほど国際課の方にかけたんですけど、あなただかは分かりませんけど、あの梅田小学校後には建てる予定はないって言われました。あの万代自体、万代小学校のことについては建てる予定はないということではなくて、あの万代小学校は私有地跡地で、あの中国総領事、まあ皆様報道等でご存知ですけど、中国総領事館からあの本格的な数年後に本格的なあの職員、宿舎やあの総領事の工程もあの一緒にした兼ねたものを、施設を作りたいということで購入をしたいという打診があった、それは事実です。ですがそれ自体はあの全然、まあ、決まっていないということです。万代小学校は土地を市として売却するかどうか決まっておりません。あの住民の方のご意見ご要望、あの、まあ、理解ご理解を得るということがまず第一ですので、決まってないということです。何の説明もないんじゃないですか。唐突にもできたなんて言っても、ですからその今今回の NSG さんの見る賃借の、まあ、あの賃借の契約をすることに関しては、先ほど NSG さんからご説明があったように、まあちょっとその説明が必要性も薄いんではないかということで、改めてしなかったというお話があります。よろしいですか。今町内会は非常に不安です。はい、やっぱりあのすいません、自治会のお名前は、自治会どちらの、どちらの自治会、はい、どちらの自治会から、自治会のお名前をお聞かせ願えれば。自治会のお名前、町内会のお名前、はい、はい、